皆様こんばんは、シャトです。今回のお話は、学者で僕ゼロムスを攻略する際に押さえておきたいポイントについてのお話になります。まずはじめに、このお話ではギミックなどの紹介は偉大なる先駆者様に丸投げさせていただいております。ご了承ください。学者で僕ゼロムスをクリアするための勝率を少しでも上げるお手伝いができましたらと思い、今回この動画を作りました。それでは始めます。よろしくお願いします。まずはアビサルノックス。このギミックはパーティーメンバー全員の HP を強制的に1にしてくるギミックで、同時に付与される死の宣告でバフの時間以内に HP を全回復しないと死んでしまいます。なのでヒーラーは持っているヒールの限りを尽くして全力でパーティーを回復しなければなりません。このギミックでパーティーメンバーを落としてしまうと、ものすごく申し訳ない気持ちでいっぱいになってしまうので、必ずパーティー全員を全回復して安心させてあげたいところ、今日はこのアビサルノックスに対してだけでも完璧にマスターしていただけると、相方ヒーラーとしては大助かりしてしまいます。まずは私が普段やっている戻しについての紹介です。基本的なヒールワークとしてはこんな感じ。他にも事前準備としてチェイルミネーションを使用してヒールを底上げする準備をしておくこともとても大切です。あとは応急戦術と秘策を使用した状態で渾身の指揮紅葉の策をお見舞いします。これだけで3万近くの HP を戻すことができます。あとは不動不屈の策やヘイブレッシングなどを使用して HP を戻しましょう。 HP が多いタンクロールにはどちらかに生命回生法を、もう一人には辛抱遠慮の策をあらかじめ付与しておくと、あと少しが戻せないという状況をケアすることができます。角式紅葉の策自体のフィール威力はポンコツもいいところなので、あまり式連打には頼らないことをおすすめします。その代わりに応急戦術を使用した式紅葉の策の威力は少しだけ頼りになるので、ぜひカバンの底から応急戦術を引っ張り出して使ってみましょう。普段はこのスキル点で使い物にならないので、存在を忘れてしまっている方も多いのではないでしょうか。特にガクガク転生でかぶってしまった場合に応急戦術は大いに役立つので、ぜひ覚えてほしいです。ということで、アビサルノックスを受ける際の大切なポイントとしては、セイルミネーション、生命回生法を使用してヒールを底上げする、応急戦術、秘策を使用してヒールする、式連打に頼らないの3点が意識できるととても安定すると思います。特にタンクは HP がとても高く落としてしまうことが多いため、緊急用の生命活性砲を使用することも視野に入れておきましょう。これでアビサルノックスでパーティーメンバーを落としてしまい、微妙な空気にならなくて済むはずです。次にセラフィムの召喚ポイントについてです。ごくゼロムスでは特にここでセラフィムが召喚できると非常に助かるという場面があります。それは漆黒の熱戦とビセラルワールゴの各ギミック、そして次元間勝負は、まあ適当にどこで召喚しても一定は強いです。漆黒の熱戦はめちゃくちゃ痛いので、召喚安定としてビセラルワールゴにはビッグバーンだったりでバフギミックだったりと結構痛いダメージが複数飛んでくるので、召喚しておくと事故を防ぎやすくなります。セラフィムは連続してダメージを受けるギミックに合わせるのがとっても強いです。フレアスパークオアブランドのギミックで召喚するのもグッド。その中でも優先度が高いギミックはやっぱり漆黒の熱戦ですね。そして最後に忘れてはならないのが疾風怒涛の策の使い方について。でも残念なことに疾風怒涛の策はゼロムス戦ではあんまり輝かないのですが、 10% 火ダメ軽減の効果として使用するとそこそこいい活躍を見せてくれます。おすすめはフレアブランドオアスパークと次元間勝負にお好みですね。そういえば一つだけものすごくしみる怒涛の使いどころがあったのを思い出しました。隕石が降ってくるフェズボの鎖を引っ張ってビセラルのワールを回避した後に来るダークマターへの対応策として疾風怒涛の策がものすごく活躍してくれます。特にここはタンクへの強攻撃が非常に痛いギミックとなるので、疾風怒涛の 10% 軽減の効果が染み渡ると思います。移動速度上昇の効果もここなら多少は存在感を放てますね。フレアブランドオアスパークのギミックで発動するのもとても強いです。私は最初はボイドバイオを避けるためや黒流線を避けるために使用していましたが、あれなんかデバフになってないと気づいてから控えるようになりました。疾風怒涛の策は使い方によってはパーティーへのデバフとなってしまう場合もあるので、慎重に場面は選びたいですね。アビサルネイルを避けるために使用する使い方もとても強いと思いますので、
ぜひぜひ使用してみてください。それでは学者で攻略する極ゼロムス、こんな感じにまとめてみましたがいかがでしたでしょうか。ここで話せていない箇所のフィールワークについての疑問がありましたら遠慮なくコメントをお待ちしております。それではさようなら。